そったれが混乱の中、近藤とはぐれてしまった土方は必死でその姿を探す。その頃近藤は傷つきさまよう伊三郎と遭遇していた。見回り組の負傷兵まで助けて逃げ遅れた近藤は伊三郎に協力を頼む。あなたの部下はあなたを救うために命を懸けてここへ来た。その思いを私兵や敵兵を救うために無駄にしようというのですか？そうじゃねえ。たとえ奴らを見捨てて生き残ったとしても、近藤勲は死ぬんだ。奴らは俺のために命を懸けた。ならば俺も奴らが信じる近藤勲を命を懸けて守らなきゃならねえ。大将の冠はてめえの頭の上にあるんじゃねえ。みんなの理想の上にあるもんだ。その目です。その目に惹かれ侍であらんとし、私は侍でも父親でもなくなった。佐々木伊三郎はとうの昔に死んだ。死人に守る者も守る自分もありませんよ。ならばあんたはどこへ行こうとしていた？何もかも失い、何もかも潰そうとしたあんたがあんなに必死にどこへ？ひとかけら、あんたの中にもまだ守らなきゃいけねえもんが残ってたんじゃねえのか？まだ気づかねえのか、佐々木。今のあんたは侍の、いや父親にも似た目をしているよ。認められるはずもない。妻と子を殺めたあの娘が、復讐のために置いていたあの娘が、私の空っぽのアドレス帳に残ったたった一つの名前だったなど。明日からあなたも見回り組副長今井信目と名乗りなさい。何その変な名前。別に、たった今思いついただけです。思いつきでつけていい名前じゃなかったようです。今からじゃメールも届きそうにありませんよ。いや、あんたのメールはもうとっくに届いてるよ。あんたが守ろうとしたように、きっとそいつもあんたを守ろうと戦ってる。だから諦めんじゃねえ。ここさえ切り抜ければ、踏ん張れば、またきっと奴らに会える。それじゃ行くぜ。
新選組だ。神妙にどけ。近藤様、佐々木は一体どこへ行った。何にかけるぞ。こいつでとどめ。やかましい。準備をしろ。ここが限界だ。いいもあるじゃねえか。何か出てきたぞ。畳みかけるぞ。一気に決める。一気に決める。飛んでいきな。ほらほら、どうした。畳みかけるぞ。
すんじゃねえぞ。
から前に出な。畳みかけるぞ。ドキー！こいつでとどめだ。一気に決める。御用改めである。
二度と悪さすんじゃねえぞ。で、うわ、一気に決める。で、で、決める。で、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 ほらほら、どうした。いいもんあるじゃねえか。一気に決める。俺に勝てると思ってたのか。いいもんあるじゃねえか。終わりだな。ち、死にそうにねえな、土方さん。脱出準備ができた。てめえら早く行け。副長、もし最後の一兵が撤退するまでに俺と近藤さんが戻らなかったら、構わずてめえらだけで逃げろ。戻っても戻らない、こいつが新選組副長最後の命だ。聞いてくれるよな。一気に決める。さて、俺は近藤さんを探すか。お前ら逃げろ。
生き延びるんだ。一気に消える。敵さんのお出ましか。かかってきやがれ。おら一気に消える。おらおら、こいつでとどめだ。畳みかけるぞ。おらおら、おらおら、どうした。こんなもんか。びっくりさせてねえよ、こら。出てくなら、てめえだけ出ていきな。私は、私は。畳みかけるぞ。喧嘩ってのはこうやるんだよ。踏ん張ってがあるな。新選組局長近藤勲、見回り組局長佐々木伊三郎、そういない。よくやった。貴様たちが掲げていた旗はもうない。これで終わりだ。まだ終わってねえ。勝手に終わってんじゃねえ。たとえ何者の屍を越えようとも、守らねばならんものがある。都市たちに伝えてくれ。江戸にはまだお前たちが必要なんだとな。前を見ろ。剣を握る。戦え新選組。叩き切ってやるぜ。
諦めの悪い貴様たちに生き残る術などもうありはしない。黄泉で近藤が待っているぞ。御用改めである。二度と悪さすんじゃねえぞ。何私が別格みたいな顔してんだ。やめなさい。Yeah!
いつも戦争ばかり伸びやがって。叩き切ってやる。いろいろあがいたが、また同じ過ちを繰り返してしまった。そう、その目に、侍の目に、またかけてしまったよ。でI'm
叩き切ってやる。こんなもんだな。いい感じだ。忘れ物を思い出してな。サンズの川をクロールで戻ってきちまった。言っただろう、たとえ地獄に行こうがもうお前らを置いていきゃしねえって。やれやれ、わざわざ道連れにするために舞い戻ってきたってのか。だったらエンマだろうが仏だろうが、もう二度とあんたを渡すわけにはいかねえな。行くぞ新選組。地獄でも極楽でもねえ、俺たちの江戸に生きて帰るんだ。なぜだ。殺した帝を装い近藤さんを守ったのはなぜだ。守ったつもりなどありませんよ。あの時だってそうでした。私はただあなたたちに負けたくなかった。でもどうすれば勝てるのかすらわからなかったんです。だがようやく最後に見つけることができた。一時とはいえ新選組局長近藤勲を倒した男を演じられた。私はもう満足です。おぼろを倒し近藤を救出した新選組だが、奈落の構成は続く。砲撃で倒れた伊三郎を助け起こす信明。伊三郎起きて、こんなところで死ぬなんて許さない。約束したじゃない、あなたは私が殺すって。だからまだ私は死なない、あなたも死なせない。そんな古い約束とうの昔に忘れちゃいましたよ。錆びた鎖につながれていたらあなたも死んじゃいますよ。家族を殺した仇がどうなろうとあなたの知ったことじゃないでしょう。仇なんて本当はここにはいないんじゃないですか。私はその可能性に気づいていました。あなたは私の妻子を殺したのではない、守ろうとしていたんじゃないかということに気づいていながら、あなたを仇と呼び復讐のために利用したんです。私はあなたの仇、それでいいの。私もあなたと一緒、たとえ仇であっても誰かに隣にいてほしかった。たとえ仇と呼ばれても誰かの隣にいたかった。一人ぼっちになりたくなかった、一人ぼっちにさせたくなかった。私とあなたが隣にいる理由なんてそれっぽっちで足りるじゃない。だからお願い、立ち上がって、足を止めないで。私たちはまた全てをなくしてしまったけれど、あの時とは違う。あなたが私にくれた名前は決してなくならない。今井信芽はあなたの隣から決していなくならない。何度何かを失おうと自らその目を閉じない限り。私たちは
一人じゃない。なんとか船に乗り込み島を脱出しようとする一行。伊三郎もようやくたどり着き、船は離陸するが、名前に込めたい意味がありすぎてまとまらない。エリートすぎるから。なんだっていいか。元気に生きてさえくれれば。あとは信じよう、エリートの子だもの。メールしなきゃ。信じてよかった。友達がたくさんいて、みんなと仲良くできて、優しくて頑固な信芽さん、メールやっと届きましたよ。新選組は上位志士、見回り組らと共に島を脱出。近藤局長の奪還に成功するが、その代償もまた大きなものだった。警察庁長官の反乱に信信は激高し、警察組織を全て潰そうとする。それにより信信を見限る者が続出。倒幕の機運は高まり始めていた。行くか。よし。
っしゃ。何も変わらねえな、この町は。行くか。さて、やるか。カグラは奴を救いたいと思っている。憎まれ口を叩いても奴が以前のような兄に戻ることを望んでいる。お前が奴と対峙する時が来ても、きっと地球人ってのは妙な連中だ。憎んだ相手の墓も作る。もしかしてお前なら俺と違う答えが。まだだ、まだ俺の剣は折れてねえぞ。もう一本だ、翔よ。翔よ、どうやったらお前みたいに強くなれる。お前は俺と出会う前何をやってた。お前は一体何者なんだ。屍を喰らう鬼と呼ばれていた君ならわかるでしょう。化け物とは人ならざる者。血濡れた業の中でしか生まれない化け物の剣では化け物は切れません。だから銀時、私の真似事をして強くなろうとするのはもうやめなさい。君は君の剣で、人の剣で私より強くなってくれなくちゃね。楽しみにしていますよ。いつか君が私という化け物を退治しに来てくれるのを。言ったじゃないか、君の剣は私には届かない。歌舞伎町を離れ、地下都市秋葉に潜伏するよろずや。そこで信目の手引きにより彼らは騎兵隊残党と会う。宇宙海賊春雨に攻撃されていたカムイの第七師団と騎兵隊だが、カムイの父海坊主が春雨に加担、師団は壊滅し、高杉は消息不明となる。宇津呂は春雨の元老院を滅ぼし、宇宙海賊たちは天道宗の指揮下に入った。天道宗、そして宇津呂、彼らはアルタナによって生まれた存在。アルタナとは星の生命力ともいえる強大なエネルギー。星々のアルタナを管理するための組織として結成されたのが天道宗だった。アルタナは時に生物へ未知の影響を及ぼす。その症例の一つがうつろう。アルタナの作用で不死となったうつろうは500年の間奈落の狩猟であった。だが突然失踪したうつろは吉田松陽と名を変え、銀時らの師となった。その後攘夷戦争を経て松陽は処刑されるが、不死の体は復活を果たす。しかし蘇ったうつろは松陽とはまるで別人の目をしていたという。
俺は驚かなかったと言ったら嘘になる。腑に落ちている自分がいるのも確かだ。吉田松陽は俺たちを照らす大きな光だった。あれは松陽じゃねえよ。松陽も倒すことができなかった。別の何かだ。だとしても銀時、今度は俺の番さ。お前に二度も死を切らせるわけにはいかないからな。行方不明のカムイを追って海坊主、そしてカグラは旅立つ。もう俺にもわからねえよ。あいつの弟子として何をすべきかも、同じ弟子として何をすべきかも。分かってんのはただ一つ、よろず屋としてやるべきことだけだ。必ずここに帰ってくるぞ、三人と一匹で。壊滅した騎兵隊の一部は坂本達馬により救出されていた。おまんらの大将は、わしらの友達は、わしらが必ず助けるぜよ。ともか、いまだにあの男をそう呼ぶのはお前くらいのものだ、坂本。やつは感謝すべきだ。銀河の果てまで己を救いに来てくれる男がいることを。そして嘆くべきだ。宇宙の果てまで己を斬りに来る男がいることを。役者は揃ったな。出航じゃ。地球を絶った銀時を追って自ら討伐に乗り出す将軍信信。しかし銀時らの反撃で捕獲され、坂本の宇宙船に幽閉される。高杉は意識不明のままアブトと共に荒廃した惑星洛陽にいた。その星はカムイの故郷であり、彼を追うカグラと海坊主も訪れていた。銀時たちも洛陽に到着するが、騎兵隊のアジトは爆破され、彼らも襲撃される。すでに洛陽は春雨の手の中にあった。さて、やるか。爆破を逃れた高杉とアブトだが、星には春雨十二師団の半分が展開していた。銀時たちも罠にかかり、大軍勢の待ち伏せに遭っていた。ぼやぼやしてんな。戦じゃ後悔なんて重りをつけてるやつから真っ先に死ぬ。侍の背負う重りはこの一刀だけで足りる。敵の弾に当たらぬ方法を教えてやろうか。簡単だ。走れ、敵の弾よりも早く。そんじゃ、戦闘開始だ。ったく、めんどくせえな。さて、いっちょやってやるか。キムトキ、気合い入っとるの。アズマ、ズラ、こいつら一気に叩くぜ。おう、
銀ちゃんだ。覚悟はいいな。Run out!
わったわった。やばいですよこれは。完了っと。やばいですよこれは。こんなものか。何や。なんでこいつだ。敵はただの地球人じゃなかったのか。なんでこんな化け物どもが混ざってやがる。カグラ、高すぎ。今行くぜ。ヒントキズラ、上のハエはわしら海援隊が何とかする。オンシラは下から高すぎを探せ。わかった。ギントキ、俺たちも別行動だ。次会う時は4人ぜよ。指名だ。なんか出てきやがったぞ。私は別格みたいな顔してんじゃん、ヤンボアザラ。
終わった。あ、ラッキー。どんだけ。高すぎだ。どこだ。確かさっき向こうで爆発があったような。よし、向こうだな。ようやく会えたな、侍。銀さん。おい、顔にいたずらされてますよ。おでこ、鏡見てきた方がいいっすよ。いや、邪眼じゃなくて下の目で。まだみんな気づいてないんで。あ、よく見たら目縫い付けられてる。おい、そこでコソコソ見てる奴ら、分かってんだぞ。笑ってんの。いくら海賊でもいたずらが過ぎんだろ。まぶた縫うのはねえだろ。これじゃあせっかくのおでこのいたずら書きも見えねえだろうが、リアクション取れねえだろうが。あんたもあんたでさ、言うときはブシャッと言わないとダメだよ。いじられキャラなのかもしんないけどさ、やっぱりいじりといじめの境界ってあると思うよ。あれ、消えねえな、このいたずら書き。これでも人より覚えられやすい顔だと思っていたが、だがお前も剣士ならば、この剣だけは忘れていまい。宇宙中の剣士たちの頂に君臨する聖望剣王の剣を。俺が出よう。行け。どうやら俺の客らしい。銀さん。行け。さて、決めるか。いつも手叩きばっかり。わかりました。甘いぞ。思い出したか、侍。互いの命を剣に乗せ語らうような我らだけの優越の時を。もはやこの命に届く剣はないと諦めている。そんな俺にこんな時をくれたのは。俺はよろずや銀ちゃんだ。覚悟はいいな。侍、会いたかったぞ。よっしゃ。こいつ攻撃が見えているのさ、すべてこの目で。くそ、あいつどこ行きやがった。なんか出やがったぞ。何、私は別格みたいな顔してんだ、ニャンコラさ。バッキャロー。バッキャロー。バッキャロー。何なのこれ。こいつでどうだ。空いた背中は互いに守り合う。それがダチアウであろう。これで終わりにするぜ。指名だ。何
将軍だから翔ちゃんでいい。こんなもんだろ。将軍家は代々もっさりブリーフ派だ。やろう
大将軍徳川重重将軍だから小ちゃんいつもいつも戦ってばかりの怒って、手間かけさせやがって。よし、もらったぜ。俺が出よう。さすがだな、侍。もう一度相手になってやる。どうした、これが侍の底か。これで終わりにするぜ。こんなもん。何、私は別格みたいな顔してんだ、ジャンボ技。こいつ、俺はよろずや金ちゃんだ。覚悟はいいな。こいつでどうだ。見えていると言ったはずだ。全力でてめえをぶった切る。覚悟はいいな。ギャー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 やかましいんだよ。発情期ですかこの野郎は。じゃあ皆さん、お前はまだ侍のちょんまげの先っぽすら見えちゃいねえ。正義大将軍、知りたきゃその目玉で覗いてみな。俺の腹の底まで一度覗けば戻ってくる。底なし沼でも知りゃしねえ。面白い、見せてみろ。こいつ、ひょっとして全部バレちゃってます。甘いぞ。よっこいせ。この額の目は全てを見ている。こいせ。背中は互いに守り合う。それがダチ公であろう。カギッコキャソリン、待たせたわね。
しつけんだよてめえら。こんなもんだ。やろ。こんなもんだ。何すんだてめえ。だが、めんどくせえな。しつけんだよてめえら。将軍家は大体もっさりブリーフ派だ。こいつが届く範囲は俺の国だ。いつも戦った時ばかり飲みやがって。何すんだてめえ。こんなもの知り合いだ。こんなもの。俺はよろずや銀ちゃんだ。覚悟はいいな。明日の朝飯、目玉焼きにしよう。つあの時は、血気に流行ったお前の射程の雑念が入り混じりお前を見失ったが、こたびは見逃さんぞ。お前の狙いは剣士の命。俺の狙いは本物のお前だ。自分の死を悟った時、剣士は何を思うのか。最後の瞬間何を思い死んでいくのか。そこには何もない。死という不条理を受け入れるために剣士はただ空になる。本当の絶望という言葉すら耐えた虚ろ。故に俺は敵にその虚ろを見たとき実感する。勝利と己の生を。明日の朝飯、目玉焼きにしよう。違う、やつはまだ死の遠く。残念、そいつも外れ。言っただろう、お前は目が良すぎるって。そんな大層な目玉ギョロつかせねえでも俺にも見えるぜ。今のお前の腹の中くらい当ててやろうか。空っぽだ。こいつでどうだ。こんなことが。俺は置いていかねえよ誰も。完璧だったな。二人目だ。俺がこの目で心を読み切れなかったのは、一人は死の淵に立ちながら明日の朝飯のことを考える男、もう一人は生きながら空っぽの男。あれはお前の何だ。あれとやり合うつもりか。お前は死を隣に置いて生きてきた男。お前にとっては朝飯も死もさして変わらない。当然のように訪れるただの隣人なのだろう。だがあの男には生も死もない。そんな虚ろに一体どう戦を挑む。あいにく俺にはお前のようなあれもこれも見える立派な目玉はね。目の前のもん一つ追うのがせいぜいさ。
だったら俺はそこが死の淵だろうが何もねえ虚ろだろうがお膳に添える饅頭のためじゃねえ。明日の朝飯のために戦う、そんだけの話だ。皮肉なものだ。目が塞がって初めて見えた。あれは底なし沼などではない、底なしのバカだ。